ほどほどステーションセカンド満州建国の立役者小沢開作は小沢政治の父君日本会議カラスが提供しますほどほどステーションセカンドの時間です進行は私 MJ です本日のテーマは満州建国の立役者小沢開作は 小沢誠治の父君です。本日の解説は日本会議佐賀の八吉弘之先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、先日ですね、えー、世界的な指揮者小沢誠治さんがお亡くなりになられました。小沢さんは音楽という舞台で世界的に有名な方でしたが、その 父君、小沢海作さんも息子に負けず劣らず立派な仕事をされていたことはあまり知られていません。今回はその小沢海作さんの人生に迫りましょう。まずは小沢海作さんの人生をですね、た、え、ど、ー、っていきたいと思います。 えさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの世界的な先ほどもお話ありましたけど指揮者であります小沢誠さん亡なられて本当に惜しい方亡なられたと思います。あの心から愛と念を捧げたいと思います。今日はですね小沢誠さんのお父さんの話ですけどまあ簡単に小沢誠さんの話をしてからちょっとお父さんの話させてください。小沢誠さんはですね生まれが昭和十年千九百三十五年満州国で生まれておられるんですね。 えー、法典で、えー、生まれて今「あの信用」っていうところになりますけれども、うん、でこの「清次」という名前はですね実は、うんあのー、満州事変ですね、うん、いろんな歴史の近現代史の話の中で必ず出てくる満州事変のですね起こした時の関東軍の参謀であった「 えー、板垣清志郎と石原寛治からついてるんですよね。で、政治と、うんあの、このお父さんは小沢海作さんって言うんですけれども、ええ、小沢海作さんとこのお二人、仲良しで、いつも三人で会われてた、ええうん、でその時はなんか飲んでるのか、話し合いかしてる時に、子供が生まれたっていうふうな方が入って、ええ、それでじゃあ、名前をじゃあ、治にしたいんだっていうふうに、お父さんの海作さん言うんですよね。はい、でそうすると板垣正 さんがですね、うん、石原幹事の方が偉いんだから「自世」にしろよっていうふうにです、ね、<laughs> 反対してから「いや自世じゃ名前にならないよ」っていうことで「政治」になった <laughs> なということらしいです。はい、でこの小沢誠治さんですね、えー、満州国で生まれられるんですけどその後すぐですね、えー、1>, まあ1歳ぐらいの時だと思うんですけど、うん、北京に移られます、はい、で北京の今の家も残ってますけどそれから5歳の時まだ戦争中だったんですけども、えーはい、東京府 その頃は東京都じゃなくて府ですけど、東京府、ええ、立川市に移られます。うん、その後はあのー、まあいろいろ動かれるそう新松田っていうですね、ええ、あの神奈川県の足柄神宮今で言うと松田町に住まれて、あの電車で2時間ぐらいかけてですね、清上学園中学にずっと通られるそうです。でピアノはですね、ええ、お兄さんから最初手ほどきを受けたらしいんですけど、ものすごか筋が良かったんでこれはプロに任せよっていうことで,ですね、あ,うん、あのー、習いに行ったりするんですけど、<え>まずはピアノがビ でなかったんで横浜の親戚があの持ってるということで、これを安く買おうということだったんですけど、横浜から神奈川の新松山でどうやって持っていこうっていうことで,で、お兄さん二人とお父さんが、で大作さんがリアカーであの3日ぐらいかけてですね運んだと、そういうなんか、お父さんはまあ音楽に造詣はなかったですけど、子さえの才能伸ばそうということで、非常におおらかなあの教育されたそうです。ピアノはですね豊増さんっていう方から、まあ ってこの人、弟子はみんな有名なピアニストになってるんで、えー、小澤征二さんもピアニストになりたかったみたいなんですけれども、うん、あのちょっと慣れなかったんですね、事情は何かちょっというと、怪我です。 出身の方なんですけども、佐賀市出身の方で、この人に習いながらですね、実はラグビーをですね、小沢征爾さんやってて。で、お母さんとか、もうピアノしてるから、突き指とかしたら、大変だから、ラグビーやめろって言うけど。あの、やんちゃでですね、あの、やっぱりラグビーをやって、で、案の定、その。お母さんの心配通り、右手の人差し指を骨折、ラグビーでしてですね。ピアニストを断念するんですよね。で、その時に、でも、音楽の道は諦めたくないということで、その佐賀出身の豊松さんに相談したらですね。 日本人というのは指揮者が少ないから、うん、指揮者 やってみたらどうかって言われるんですけども、うん、当時はテレビも何もないから<え>指揮者おろかオーケストラも見たことがない、うん、でテレビがないからですねそういう人はやっぱ日比谷公会堂で初めてそういうオーケストラというものを見て指揮者をこうなす、ねはい、でそれでですねあのお母さんの方の親戚であった斉藤秀夫さんっていうですね、えー、方に指揮者の手ほどきを受けてですね成城、はい、学園高校からああの東方女子 高校女子高校っていうけど音楽家だけは共学らしいんですけどもそ,、ね、<laughs> そこに行って、はい、そしてあの指揮をですね、ええ、その乱暴な斎藤先生とは乱暴な人だったので<え>指棒で叩かれたり額を投げつけられたりしながらですね、はい、頑張って、うん、それで、えー、修行を積んで23歳でですね貨物船で。 えフランスに渡るわけですよね。うん、でお金がないから節約のため貨物船に乗ってですね、はい、で行くんですけども、そこの中でいろいろ修行をついてですね、うん、若手記者のトリウモンであるブザンソン国際式コンクールで優勝。うん、でその後フランスドイツアメリカで修行して、うん、これで有名な話なんですけど、N.H.K. 公共楽団の記者になんですね。うんはい、でも N.H.K. 公共楽団の時にですね遠征、えー、旅行の時に、はい、あの毎日遅刻してくるし朝まで飲んだりしてですね、えー、N.H.K. 放送公共楽団放 されてしまってですね。で、外国に。 行ってそこで例、うん、の,のヘルベルト・フォン・カラヤンだとかシャ、ねええ、ルル・ミッシュとかです、ねはい、レナード・バンスタインとかそういう有名な指揮者に支持して、はいええ、世界優秀の名指揮者になっていく、うん、そしてボストン交響楽団の音楽監督として29年間ぐらい務めたという非常に世界的な指揮者としての有名な方になったわけなんですけど、はい、やっぱ NHK でそういうことがあって以来です、ねうん、本人もあのすごく人間関係も 気を使うようになったし、うん、努力もまあ器用な人だから何もしないでできたらしいんですけど、ええ、努力する人になった<ー>だからみんなが口を揃えてですね努力の人だって誠実だって、うん、きちんといろんなことをやる人だって言うんですけど、うん、お父さんはやっぱりそういう人だったんですよね、うん、でお父さんどういう人だって言うとですね、はい、お父さんはやっぱりちょっと苦労をいろいろされた人でお父さんはですねあの山梨県の、ええ 高田村っていうところの出身でですね、もう家はものすごく貧しかったそうです。はい、で明治31年に生まれてですね、洪水があったりするんで、堤防を作ると。はい、で、お父さんですね、消防。 組っていう、消防の中まあいわゆる消防団の団長みたいなものなんでしょうけどね、だったみたいで、海作さんのですね、で、堤防を作る時にはですね、もうそのばーって濁流が流れているところにですね、い警察行け海作がちょっと待って、警察行けって言って、10歳か11歳の海作がその川に行ってですね、飛び込んで、この杭をバーってやって、そこに若い衆が来て、こう売ってとかですね、そういう命がけでやっぱり杭を売ったりとか、 あとは農業もですねやっぱ今みたいに機械化されてないんで金利、ええ、の56軒の家がですね<え>本当に手伝って助け合って、うん、田植えだとかいろんなことをやってた、はい、そういう中で育った経験が後のですねうん、うん、やっぱご族共和とかそういう生きてくると思うんですけれどもど、ええ、そういう貧乏な人だったんですけれども、うんはい、家だったんですけれどもあの勉強したいという気持ちはすごく強くてですねをですね。うん たくさん学校から帰るのを作ってたまったらそれを売りに行くんだそうです甲府まで1 5六6キロ歩いてそしてそのお金で本を買って自分で勉強した当時は歯医者さんっていうのは歯医者の学校に行かなくても国家検定で慣れたらしいんですよね。勉強だけで慣れた歯医者の検定を自分で苦労してわらじを売ってですね 歯医者になってそして、えー、医学の本場はドイツだからドイツで学ぼうって出向してですね大連、うん、に行ったところはちょっと病気してしまって、ええ、で病気になってお金もいっぱい使わないといけないんで、うん、その大連の歯医者さんにですね、うんええ、ちょっとアルバイトで。 ずっと働いてるうちにそこでちょっとお嫁さんももらうようになってしまってですね、はい、結局ドイツ行きをやめてですね、うん、それでそのそこ歯医者さんの人からその満州のですね長春というところは歯医者さんがまあいないからそこの手助けのために歯医者に行ってくれということで、うん、それで満州にお父さん住むようになるんですねそう,そういう経緯なんですね,ねで満州というのは当時どういうものだった満州事変とか満州国のこと今からお話し,しますけども、ええ あのみんな満州っていうのは中国の一部でなんか、うん、侵略日本がして満州国を作ったっていうふうに言われてるけど、はい、いや実は満州っていうのは、まあ、まあここではいろいろあの放送でやってると思うんですけどそういうことじゃないんですよね。要するに清朝っていうのは満州人が作った。えー ところで清朝の人たちはもともと満州に住んでたけど、はい、あの中国を侵略、支配してからは、えー、満州は自分たちのもともとの土地だからこう空き地にしてですね、はい、人を入れないって、奉禁政策という取,取ってたわけですよね。うん、ところが、あのー、日露戦争で日本がそこに権益を獲得します、南満州鉄道と、えー、それの付属地とか、えー、関東州の権益を獲得する。これは別に 中国から侵略して取ったとかいうことじゃなくてですね、はい。 ロシアにもうすでに中国があずもう放棄して委ねてたものを日露戦争でたくさんの血を流して南満州鉄道の権益とその付属地それから関東州のいろんな権益を取るわけですよね、はい、日本が。でそしてたくさんの日本人が住んでどんどん開発していくからですね、はい、でしかもそこを守るために国際法で認められた関東軍っていうのが駐留してるんで、はい、割と治安が中国の北部より良くて、うんねはい、いろんな人がこう移り住す 中国人がんでででくるわけですすねねそ,そういうふうにどんどん満州っていうのはあのー、日本の力で発展してた時期ですよね。ええ、でそういう時にですね、あのー、やっぱり、えー、地に足をつけて自分の距離でそういうふうにしたようにですねやっぱりいろんな人が朝鮮人も住んでる、うん、満州人も住んでる、はい、で中国人も住んでる、ええ、日本人も住んでるみんなが協力してですねここにあのー 本当にみんなが幸せに暮らせる王道楽道を築こうと思ったのがですねあのこのお父さんの改ですよね、ええはい、でお父さんはですねあの有名になったのは「万宝山事件」っていったいうのがあってです、ねはい、これはあのよく歴史の本で出てくるんですけどもあの当時朝鮮人っていうのは日韓併合があってたから日本人なんですけど、ええ、あのすごくですね 満州でもでもすすすね日本人に対るる迫害する運動が起こってたんですよね、うん、これは満州だけじゃなくて中国本土でも起こってたんですけど、ええ、本当は満州っていうのは、うん、あの朝作林とか朝学寮とか、ええ、これ日本の支援を受けた人たちが支配者になってですね、はい、それで日本との協力の上で満州の発展を、うん、あの進めていくっていうふうになってたんですけども、ええ、あの中国の本土の 方とですね親子がだんだん近くなってきて、うん、でここは満州といって日本、中国本土とは切り離して別の扱いになってたのに、いや、 こんなとこに日本人ゃいるのはおかしいんだっていうことで、うん、日華排斥運動っていうところですよね。はい、日華排斥っていうのは、日本のものを買わないっていう運動だっていうふうに思われてる人多いるんですけど、そうじゃなくて、ええ、日本のものは盗んでいいとか、落札していいとか<ー>も、めちゃくちゃな運動なんですよね。で、も非常に満州もあの <laughs> 治安が悪くなって、うん、で、万歩差事件っていうのはどういうことかっていうとですね、あのー。 万山のですね朝鮮の農民の人がですね昭和6年の1月にあの満州の人から土地をちゃんときちんと借りてですねそこに堤防を作ったんですよね、はい、包みをですね。うん、で5月にその種まきをするんで、うんえー、いよいよそれがあの収穫に向けてのですね、うん、あの農業が始まるという時にですね中国側のですっ、ね、ていうか満州の,あの役人がですねあの満州人の農民と 警察を動員してです、ね、ですすねねそのの用水せっかく作った堤を壊そうとするわけですよね。ああはい、でそれでこれは大変だっていうことで、うん、小沢改策のところにですね、はい、みんなこう あの何とかしててくれっていう,ふうに来るわけですよね、うん、で小沢改作はです、ね、もう早速、日本の領事のところに、掛け会いに行って、もうこれじゃ困るから、なんとかそれを守ってくれって言うんですけれども、<え>その時田代領事っていうか、日本領事館の領事がいて、私は別に黙認してるわけじゃないんですよって、あのー、ちゃんと領事館、警察にも相談したりし、外務省にも相談したんです、えー、でもね、ちょっとあの動けないからですね。 いやそしたらそんなの困るって、現地の警察官を、あの日本の警察官を、領事間警察を出して、ですね現地の人を保護してくれって言うんですね、うん、すると領事はなんて言うと、ですね小沢さん、とんでもない、今の内閣は重原外長の大使平和政策です、いわゆる重原平和協調外交、だからできないって言ったんですよね。うんうんうん でこれに対して、ものすごく小沢さんは怒って、えー、その仲間であった満州青年連盟とかを使ってです、ね、はい、朝鮮人の方に乗り出すんですけれども、うん、ここでちょっとさっき言ってた、はら平和協調外交って何かっていうことをもう一回ちょっと触れたいと思うんですけれども、はい、これは何かっていうと、ですね清朝がし、新外革命で、はい、あの中華民国になるんですけれども、うん、中華民国の村分の後を 継承したですね。蒋介石の国民政府がですね、いろいろそのいろんなあ軍閥に分かれてる中国を平定しようとこういろんなところに出ていくわけですね。はい、その時に排外運動をすごくやるんですね。うん、で、これはあの昭和2年にですね、南京にその国民政府軍が まあ国民革命軍が入ってきてき、ねええ、どんなことをやるかというとです、ね、もういろんな国のものに対してです、ね、略奪とか殺人とかをやるわけですよね。はい、それはみんなあの一応、国際法上きちんと権益があって、ええ、外国も日本人も,ですけどもいるし、うん、日本軍もそれで。 中途にしてるわけですすねね、はい、北編の後にそういういがあってです、ねええ、でもそれをですねずっと、あのー、略奪とか、暴行を繰り返すわけです、で日本人もですねすごく領事館の領事婦人をはじめ、ですね、うん、女性も、あのー、全部、小銃に至るまで全員がですね領辱されたり、うん、あるいはあのー、水兵が、ですね、ええ、日本の人の水兵が殺されたりしたんです、はい、で日本側としてはあんまり重原外交だし、うんあの、あんまり相手を刺激したらいけないということで、抵抗もしなかったんです はい、で、その時にアメリカとかイギリスは徹底的に反撃を加えてるんですけど、ど日本だけがシデ外交で何にもなかった、うんはい、だから、なめられて、どん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 やられるわけですよね、それ、うん、でもう、距離民、そこに住んでる、中国に住んでる日本人たちがですね、 あのー、これに対する抗議の集会を、居留民大会を広こうとしたら、ええ、政府と外務省がそんなことをしてくれるなって言って、<ー>で外務省は、です、ね、我が居留民にして暴行を受けた人は一人もいないっていう、嘘のですね、あ<ー>あの戦後と日本の一時の安倍内閣の前の外,外交みたいにです、ね、悪いことはされてても、ですね <laughs> 日本はう言うたらいかんぞと。 ところがあったんですね、はい、でそれはやっぱ満州にも来てて、えー、満州も平和協調外交だから領事館警察動けないとかでそういう中でですねとうとう満州というのは小学生が学校に通うのも軍の声がいるぐらいまでの非常に緊迫した時代になって、えーはい、それで満州事変は起きるわけですよね、うん、だから日本政府とか軍中央がやったというよりは地元の人たちがですね やっぱりあのどうことなしねもうやむにやまれず、もう目の前で暴行を受けたり、あの日本人に近い親日中国人が虐殺されたりとか、<laughs> うん、そういうことを放置できないという現地の軍が動くですそ立役者になったのが石原幹事と、うんえー、板垣選手のとき、はい、の佐々の三が関東軍を勝手にある意味動かして、うんえー、満州事変をやると。でそれに 乗っかったのがお父さん、小、うん、沢開拓さん,ん、ね。そういうことなんですね。えー、そ,すねそしたらあと、えー、後半に、えー、また続きをお聞きしたいと思います。はい。えー、それではここからは谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナーです。こんにちは谷口です。前回第一次世界大戦の後。 荒廃した欧州に代わって米国を中心とする世界が形成され始めたことそしてその米国では日露戦争に勝利した日本を警戒する人たちとそれとは逆に強くなった日本と連携して他国に当たるべきだと考える人たちの2つの勢力が存在するようになったことさらにそのような米国の政治の内側に ソ連が侵入しししててきたたことなどをお話ししてお話りました第一次世界大戦のさなか革命によって自分たちの皇帝を殺し世界初の共産国家となったソ連は自国の成立過程に照らし同様に戦争などの混乱によって他の国にも革命を起こさせ全世界を共産化させたいと考えていました。その手法と 天末についてはソ連崩壊後この国の対外工作機密文書であったリッツ・キドニー文書が公開されたことで全世界が驚きをもって知るところとなりさらにその公開が米国のベノナ文書や英国のマスク文書イスコット文書等々各国の機密文書の公開にも波及して現在に至っております日本では江崎道義や 海外専門書の方約を成り割とする山内千恵子氏らによって書籍化されましたがそれにはこれまでの近現代史がひっくり返るようなことが書かれております世界共産化の手段は資本主義国同士の反目による戦争の誘発とその混乱に乗じた革命でありソ連はかつて自分たちが倒したロシア帝国のように いだに訂正を続けている国つまり日本や英国を一番の敵と見なしていましたそしてそのソ連が米国を内側から動かそうとしてきたのですソ連は第一次世界大戦後ファシズムが台頭し大恐慌によって資本主義への絶望感が広がったのを利用して巧みに他国の政治の世界に侵入しますそして第二次世界大戦前の 1930年代になると各国の政治の内側には多くのソ連の工作員や共産主義を理想と考える協力者が多数入り込む状況となっていましたその中でも特に米国への浸透は顕著でしたもともと大英帝国の権威を否定して独立した米国では先天的に権威を否定する考えが強く ロシア革命が起きた時にも多くの米国人が革命に声援を送るようなお家柄でしたから共産家の考えが浸透しやすい素地があったのです。二大政党制の米国では日本に対する考え方も前述したとおり強くなった日本との連携を考える共和党に対し日本の弱体化を目論む民主党とまるで違っておりソ連は 民主党の内側に浸透しかもこの時経済政策の失敗から米国の政治は共和党から民主党の手に移ります運命の年1932年この時大統領になったルーズベルトの取り巻きはソ連の工作員とその協力者で固められていました以前私は この国の北米大陸での膨張について唐津くんちの例えでお話ししましたがこうなった後の米国は違っていきます。ここから先は大阪岸和田の断じり祭り祭米国民主党政権はその自覚を欠いたままソ連共産党政権となっており舵取り棒をソ連に取られた米国は早速対日戦の準備を開始次々と反日政策を取るようになります。そして これを突きつければ間違いなく日本とは戦争になるということを承知した上で在米日本資産のの凍結と石油の全面金を発動しますこのような自国政府による事態エスカレートの政策に不安を覚えた米軍の首脳陣は暫定,政権暫定協定により開戦を回避し和平を追求しようとしますがそれもソ連の工作によって失敗。 日米はついに関係を交えることになってしまうのです。ソビエトに自覚せぬまま乗っ取られ、日本を挑発、大国アメリカ。谷口でした。谷口隊長のドガンドガンデラックス、いかがだったでしょうか。それでは後半に入っていきたいと思います。えー、満州事変が、えー、実は地元の皆様のに懇願されて起きたような、 えー、事変だったととというこころことなんです、ねはいええ、だからその満州国の建国の理想をですね、ええ、実現するためにですね、はい、あの小沢海策はですね、うん、あの共和会。 っていうのを作っていくんですね。満州国共和会。これは五族共和。先ほど申し上げた満州人、中国人、蒙古人、朝鮮人、日本人。まあ他にもですね。満州にはいろいろ発見ロシア人が来たりユダヤ人が来たりですね。もういろいろですね。あのいろんな人が自分の居場所を求めてですね。理想のあの国にしていくっていう理想にすごくやっぱり燃えてたんですよね。だからやっぱりですね。 関東軍っていうのは2万人に当時足りなかった。ええ、で、長学陵軍っていうのは30万人ぐらいいたんですよね。<ー>それをですね、たちまちのうちにですね、ええ、あの広大な満州からですね、長学陵軍を追い払うだけの、はい、それは満州関東軍が盛況で強かったっていうのはもちろんあるんですけれども、やっぱり非常にですね、この、 ででも圧倒的な数の差ですよねやっぱりこれはですねやっぱ小沢解作たちの,そのすごく民政をちゃんとやるってことですね。えー、で満州国共和会というのはそのスローガンでですね、うん、中国愛国的なことを訴えるとかそういうことじゃなくてですね実際にですね合作者運動とか、うん、その要するに組合をみたいなのを作ってですね、えー、お金を貸して種を買う、うんうん、お金とか、あのー、農具を買うお金とか、はい、あと共同でそういうのを 協力したり、ええ、応援したりするような、はい、実際に農民とかあ地元の人たちに 利益にななるようこととずっっっやていたんですねそれやっぱりちょっと品事変とだいぶ違うところが、品事変もそうやろうとしたんですけど、なかなかそれはできなかったけど、満州人はそういうものがあって、満州人の宇宙観とかですね、そういう補強安民思想を持ってる満州人のグループとも非常に連携が取れてですね、そういうことができたからですね、監督がやっぱり一気に制圧できたし、もちろん貴族は、若干いましたけど、もそれはもう、どこにでもいることでしょうから。 少ない関東軍で満州全土を抑える、えー、もちろん朝鮮軍とかも途中で応援に来ますけれども、そういうことがあったとで、こういうふうな考え方っていうのは、大アジア主義っていうかですね、そうんはい、おでまたことがあるかもしれないけど、うん、やっぱり遠山光郎とかですね、内田良平を、はいあのー、原藝者を作ったり。うん 生産党を作ったりした方なんですけども、この、はい、人たちはやっぱりそういう、ですね単に日本が欧米に対抗するために、ですね、うん、中国や満州をあの自分たちの胃のままにするってことじゃなくて、うん、やっぱりそこの人たちとですね本当に心を通わせて、うん、そしてアジア人の力を合わせて、ですね、うん、列強の植民地に対抗していこうと、はい、この流れやっぱり明治からずっとあったと思うんですね。僕も東山光郎とその小沢海作さんが具体的に近かったか そういういいところははあんんまり詳しくわからないんですけど、うんはい、ただ、人脈的には非常に妙品のことだって妙品も<い>あの富山充、内原が非常に近かった人ですしね、はい、妙品とやっぱりこの人、近かったし、うん、で僕が、ね、小沢海作さんの話をすごくよく聞いたのはですね、はい、あの小沢海作さんと一緒に満州の共和会とか親民会運動をやってたですね友枝栄一さんということだから僕はずっと小沢さんの話を直接聞いたんですけど、はい、もう亡くなられていましたすけど、えーはい、この方はですねお父さん、現用者の関係の人なんですよね。 はい、でやっぱここら辺の,あの人間的なつながりももちろん人脈があったと思いますし、えー、また明治以降ですねやっぱり日本人がずっと、うん。 列強に対して思ってた。まあ、仕方なく政府はですね、うん、西洋化してヨーロッパ風に真似てですね、うん、その植民地主義の国家である、うんはい、イギリスやフランスやドイツとですね、仲良く表向きはするけど、うん、民間にはですね、やっぱりそんなのは許せないよ。うん、俺たちアジア,アジアのアジア作るんだって発想が流れてた。うんはい、それをやっぱりですね、そういうものを受けて体現したのがですね、小沢海作さんだったんじゃないかと。こ、うん、の人はですね、いろいろエピソードがあってですね、うんはい、<laughs> 突然家に、 しばらくぶりに帰ってきた,ったかと思ったら、ええ、金庫を持って出ていってですね、<laughs> はい、それで何をするんだって言ったら、このお金でですね、ええ、スクワとかスキとか買ってですね、みんなに配ってですね、<ー>それで。 気こじを作ったって言うんです一日で作ったって言うんですよね。はい。もういろいろエピソードがある人で、で、憲兵もですね、この人、小山さんっていう憲兵がずっとついてたんですけど、憲兵の前で平気で軍の批判とか、官僚批判するんだけれども、全然小沢さん捕まらない。小山さんもすっかり、憲兵の小山さんもすっかり浸水してしまってですね。考え方がこう、正しいというか、純粋で正しいからそうなっていくんですよね。 でそういうふうなあの非常にみんなから慕われた人、ええ、で日本に帰ってきてからも高千穂の高校警察の人も、ええ、高木さんっていうんですけど、うん、この人もすごく本当の武士道だ、はい、で最後にです、ね、僕ちょっと申し上げたいんですけども、はい、あのいろんなあの追悼の番組で,ですね、ええ、小沢拙さんの小野西さんがですね、うんまあ 条の会なんんかしてるんです、すすちょっっと左翼っぽいですね、えーはい、でやっぱりですね、お父さんがですね、気骨のある方で軍や官僚を批判しておられたんで,です、ね、それ、えー、でマスコミにそういうこと話すんで、マスコミは申し訳って、そういうところばっかり言って、<ー>非武装論者であったかのように話してますけど、はいえー、いや、実際僕は違ったと思うんですよね、うん、小沢さんは本当に軍事に心を許しちゃった人はすごく多いです。石原幹事、板垣清志郎もそうだし、はい、関東軍の司令官の本庄茂、うん、それから土井原賢治、満州建国とか、河北分離工作の立役者だった人ですよね、この人は東京裁判 になってますけど、はい、あとは、あの根本博史ですよね、パイダンを作ったというですね。うんはい、ああいう人たちみんな仲良くしてるんで、ええ、これはちょっと息子さんは少し間違って。かってのかな軍人が威張ってたら嫌な奴がいたから、うん、軍を批判したけど、軍がなくなっても、いいっていう考えでは決してなかったというふうに思います。うんはい、で、この人の、あの小沢さんの話を今後どう活かせばいいかということなんですけど。ええ、小沢さんはですね、実は、はい、ロバートケネディにですね。うん 検索してるんです、あのー、会いたいたとい、はい、で息子がちょうどですね誠司さんがトロントシンフォニーのオーケストラの指揮者だった時に「ええ、お前アメリカで指揮者してるんだから <laughs> ロバート・ケネディに合わせろ」でもトロントなんていうのは小さなオーケストラで、ええとても会えるあれじゃないですけど誠司、ええ、さんはすごく苦労してですねお父さんと合わせるんです。お、うんええ、お父父ささんんに合わせたロバートケネディとお父さん 海賊さん何を話したかというとです、ね、はい、満州事変というのはです、ね、2万人の関東が30万の中学力に勝った、うん、それはです、ね、民主の支援があった、うん、農民の生活保護とかです、ね、はい、民政の安定にすごく努力したんだって、日本語が、うんうん、だからね、あの勝ったしその、その後の政治も安定した。はい、とか、シナ事変の場合は、軍事行動に変更してです、ね、うん、都市の攻略に、えー、ばっかりです、ね、力を集中して、えー、民事政治がです、ね、ちょっと軽かった。 うん、現在、ベトナムに行ってるね、アメリカ軍の状況はです、ね、西支配の時の日本軍の国境と同じようなもんじゃないかって検索してるの、うん、ロバート・ケネディに、ねえー、これはですね、えー、す大事なことじゃないかと、今後の日本にとって。豊臣<ー>秀吉の朝鮮出兵というのは、差別されてた朝鮮の仮装人の人たちが、すごく日本軍を解放軍として歓迎したから、えー、あっという間に豊臣秀る人朝鮮半島設計士も、えーねはい、大東亜戦争のの日本軍も、アジア民衆が全部味方につけたんで、破、うん、竹の勢でで、ねはいで日本 日本軍より数かに数や装備のある敵を圧倒して大旗艦ですやつ、はい、で僕らは今後中国とかとこの対していかないといけないんだけれどもそういう中でですねやっぱりチベットとかウイグルとか南モンゴルあるいは中国本土の中で,です,、ね、すごくあの中国政府に不満を持っている人たちこういう人たちにですね どういうふうな工作をしていくのか、うん、どういう環境を築いていくのか、ええ、これは今後の日本我々ですねあのー、進路を考えていく上で,ですね、うん、非常に重要な残されたものじゃないかと思っておりますソフトパワーがやはり大切ということですよね、ええ、ありがとうございましたさあ本日のほどほどステーションセカンドいかがだったでしょうか本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます YouTube で FM からつほどほどステーションとご検索ください。本日はこれまで皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。さようなら。